勝ち点差3に6チーム、J1 残留争いが熱すぎると話題に。すでに2024シーズンも折り返し地点に入っている J リーグ。今シーズンは年間順位、解散クラブが J2 に降格します。大雑把な数字ではありますが、残留の勝ち点のボーダーラインはだいたい36から38くらいと言われています。それでは降格の可能性のありそうな各チームの悲哀こもごもを見てみましょう。勝ち点川崎25、新潟25、磐田24、鳥栖23、湘南22、京都22、札幌12。熱いな。残り2枠どこが落ちても納得感ある。正直川崎も全くありえるね。柏も冴えない感じなのにここには入らないんだな。下のチームに勢いあるしな。湘南京都は今勢いあって、川崎新潟磐田はチーム状況は最悪。どこが落ちるかわからんわ。 J2 球団だからここで大きく動くかな。こっからなんだかんだ差が開いていくからな。川崎勝ち点25。シーズン開始直後のお気持ちという名の補強。なんか川崎って鬼気続投でも鬼気を辞めさせてもどっちもやばいパターン入ってるよな。てかこのクラブ今回補強してないのやばすぎ。フロントがおかしいわ。京都、鳥栖、下のクラブはみんな動いてるのによ。川崎は1ポイントを積み上げていってるな。残留争いには重要なことだ。秋からアジアチャンピオンズリーグエリートもあるのに補強をしない絶賛残留争い中のクラブ川崎フロンターレ。川崎は落ちた方がいい。今回補強してないのおかしすぎるだろ。危機感なさすぎ。こういうクラブはちゃんと落ちてほしい。京都、鳥栖、札幌、みんな補強してる。降格目前なのに鬼気の解任も補強もないまま行くとか正気とは思えんのだが、ラグビーの天下り社長だと気にならんのかな。川崎は次柏とか負けたら勝ち点差4から7で残留争いから抜け出せなくなることが確定する。川崎補強なしに乗り越えられないと思うが、マジでのんきに落ちないと思ってそう。 ACL もあるの分かってんのかな。川崎って優勝賞金とか選手の海外移籍金とかでお金いっぱいあるんちゃうの。なんで使わんの。使ってるだろ福利厚生に。あと川崎市に。谷口が川崎に帰らないのもな。選手もクラブ愛がないよな。あのクラブおかしいだろ補強しないの。川崎は優勝した時に現有選手に金銭的に還元しなかったのが響いてるね。よそから異常な金額で連れてくるけど年功序列型の大企業病だな。新潟勝ち点25。新潟はわからん。いやー新潟も怪我人やばい。点入れられない。守備崩壊と普通にやばいでしょ。3連敗してるし毎年のように主力抜かれてむしろようやっとる。岩田勝ち点24。岩田落ちる説も強くなってきたか。ボトムズが一面でおもんねえわ。むしろ勢いも残留争いする弾力もない。岩田がすげえやばそう。怪我人も多いし川崎もなんとなくうまくいってないだけと思ってそうなのが、戦力で言えば岩田があれだが。岩田、京都、ポコノワン、スリーフィニッシュだろ。競争に巻き込まれたエレベーター2の地位は揺るがない。かつてに今日を形成してた鹿島、岩田が1対4、0対5で負けるとは栄枯盛衰よな。次、岩田、京都戦か。仁義なき戦いだな。トス勝ち点23。トスも批判移籍ならかなりきつい。トスは何気に批判頼みだったからどうなんだろうか。川崎はないにしろトスと岩田は普通に候補でしょう。トスはガバガバすぎる。トスはフィールド広く使った良いサッカーしてるけど最後のディフェンスがあっさりとは開いて負けてる。攻撃がというより引き分け取れないからあの位置なんだなと思った。今日のトスはガンバ陣内でプレーする時間が長かったけど攻めてるように見えて全然攻めてないように見えたな。敵陣でプレーしてるからといってそれが有効な攻撃なんだろうかといつも疑問に感じる。トスは何も考えず横山にドリブルさせた方がいい。湘南勝ち点22。湘南5対0岩田とどうした。湘南は得失点稼げてよかったな。勝ち点並べば残留できるぞ。湘南が J1 リーグ戦で
5点差以上の勝利を挙げたのは今世紀初で、1995年5月の鹿島戦以来7対0。この試合のシュート数も今季リーグ戦では全体最少タイ3。ここ数試合負けなしの京都と連勝した湘南は勢いあるよね。退場出した理由もあるけど、残留争い経験値があるもんな。こいつら湘南は伸びしろを感じるからまだマシかな。京都勝ち点22。最近の内容だと湘南、京都、鳥栖に見えるけどどうなるかな。14から19位が残留目指す下位グループか。京都は金の力で補強しまくればワンチャン。金があっても藤田俊也が無能な。どこぞのズビロイ仲よりは何とか。京都は米本とか普通に実績あるブラジル人2人連れてきてるからな。残留すると思う。京都って内容はともかくしぶとく勝ち点稼いでるのに舐められすぎなのでは。得失点差がひどいからな。最近は改善してるみたいだ。京都は得失点差やばいけど、広島に夢すこくらってから目が覚めた感あるからよしあしだな。今の上位でボランチ欲しがってるとこ多すぎて、米本決断遅らせたらもっといいチームいけたような気もする。札幌勝ち点12。結局は僕の一人負けか。ここも夏の大補強で息吹き返すかもよ。これもう札幌無理ゲーじゃね。昨日の試合見てたら絶対はないわ。19位、京都サンガ勝ち点22。20位、コンサドーレ札幌勝ち点12。普通に考えても札幌残留は無理ゲー。京都も湘南もそれなりに勝ち点積むからな。札幌の残留はない。5個が足掻いて勝ち点配らないだけでさらに混沌としてくる。しかもここフロントがミシャと新宿を明言してるから監督交代ブーストも期待できない。残留までいかないにしても一番 J1 をかき乱してくれそうで期待してる。ここはトスや岩田が4連敗してここが4連勝しないとまず土台にも乗ってない。ここはなすすべもなく合格するんじゃなくて上位食いまくって波乱を起こして合格してほしい。スポンサー巻き込んで降格絶対阻止モードに突入した。さっぽこを舐めちゃいけない。補強でフォワードに一人でも当たりがいればそうかもしれないが、今んとこサンチェスと白井じゃ到底そうには思えない。札幌の補強って来年 J2 を見据えた補強に見えてならない。5連勝しても無理や。とはいえ降格はここ京都湘南やろ。プラチナ世代は結局宇佐美で始まり宇佐美で終わるって感じなんかな。大宮の王を忘れんなや。ハーフシーズンを終えたところで早くも混沌としてきた J1 残留争い。最下位の札幌は今現在まだ加入か確認できていない選手を含め6人の加入を明言しています。京都は名古屋から米本に加えルーカス・オリベイラを、岩田は元名古屋のジョルディ・クルークス選手の加入を発表。各チームさらに補強を進めていくものと思われます。シーズン終わりに胸をなで下ろすのはどのチームか注目です。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をぜひお願いいたします。